今回は、東京都板橋区、大山駅周辺の、事故物件4件を散歩してみるぜ。今回もヒヤッとする事故物件があるみたい。それでは、ゆっくりしてってね。事故物件1、東京都板橋区、大山金井町 38-8、東武東上線、大山駅東口を出て、左の道を、道なりに進む、1本目を左折、左側に見えるこの建物が、本日1件目の事故物件だぜ。駅からすぐの一軒家ね。ここでは、物件が燃えただけでなく、民家や、車などが燃える不審火が、相次いだ事件なんだ。連続放火犯ってこと？ああ、同じ犯人が何件も出火させた事件だぜ。警察は、器物損壊の容疑で逮捕されていた男を、放火の容疑で、再逮捕したんだ。え、他の事件を起こして捕まっていたの？悪事を働きすぎよ。しかしこの男、放火については、記憶にない、と容疑を否認していたんだ。逃れようとしてるのね。何か決定的な証拠はないの？もちろんある。この物件から、火が出る前後に、敷地内を出入りする容疑者の姿が、近くの防犯カメラに、映っていたんだ。文明の力、さすが防犯カメラね。これで容疑は確定。ところで、連続不審火は、この物件以外に、どれくらいあったの？大山金井町、周辺の半径、約、150メートルの範囲で、計8件の、連続不審火が、発生していたんだ。それは燃やしすぎじゃない？随分とやらかしちゃってるわね。自分の気分に納得いかないからって、放火するなんて、本当に腹立たしいし、胸クソ事件だと思うな。被害に遭われた方に、お見舞いを申し上げるわ。事故物件に、東京都板橋区、大山東町 4-10、東武東上線、大山駅北口を出て、南東に350メートル進む、左折して、1本目を右折する、1本目を左折して、右奥に見えるのが、本日2件目の事故物件だぜ。外観はとても綺麗だわ。ここでは何があったの？ここでも、火災死亡事故が起きている。この物件は、すでに建て替えられたもので、以前にあったアパートから、その際に、男性のご遺体が見つかったんだ。事故物件あるあるね。当時、煙が出ている、と、別の部屋の住人が、119番通報。火はすぐに消し止められたけど、残念ながら、男性の命は救えなかったんだ。ちなみに、出火原因の詳細は発表されていない。年配の方の家で火事が、起きる事故は年々増えているわね。そうだな。火の取り扱いには注意しような。事故物件3、東京都板橋区、大山金井町 37-7、東武東上線、大山駅東口を出て、左の道を道なりに進み、1本目を左折、さらに、1本目を道なりに、また1本目を左折して進む、左手に見えるのが、本日3件目の事故物件だぜ。随分大きなマンションね。ここでも、火災死亡事故が起きているんだ。マンションで火事が起こると、被害が大きくなる可能性が高くて怖いわ。今回はどうだったの？2階に住む女性の部屋から出火。出火元の部屋、約45平方メートルのうち、約30平方メートルを焼いたんだ。被害者はどれくらいいたの？女性のご遺体が見つかった他に、救出された小学5年の長女が、全身やけどで重傷。小学6年の長男も、喉にやけどを負った。また隣室の男性ら2人が、煙を吸い込んで、軽傷を負ったんだ。やっぱり隣の部屋まで、広がってしまったのね。深夜2時頃の火災だったから、逃げ遅れたんだね。亡くなられた方のご冥福をお祈りするわ。事故物件4、東京都板橋区、大山町 32-27、東武東上線、大山駅南口を出て、ハッピーロード大山を進む、エクセルシオール、大山駅前店を左折、線路高架下を越え、安田大山駅前店を左折して進む、左側に見えるのが、本日4件目の事故物件だぜ。4件目はお店なのね。ここでは刺殺事件が起きている。3階カプセルホテル、受付カウンターの外側で、店長が胸から血を流し、仰向けに倒れているのを、女性従業員が発見。そして、別の男性従業員が119番通報したんだ。店長が？店長は無事だったの？胸や腹を刺されていて、約1時間後に、死亡が確認されている。オーマイガー、知っている人なのか？いや、知らないわ。知らんのかい。売上金、20数万円がなくなっていたほか、現場近くの植え込みから、凶器とみられる、血のついた包丁が見つかっている。犯人は捕まっているの？もちろん逮捕されている。近くの商店街の防犯ビデオ、現場方向から逃げる、容疑者の男が映っていたんだ。街角カメラのお手柄ね。普通に防犯カメラでいいだろ。容疑者の男は、事件があった同じビルの、従業員寮に、
住み込みで勤務していたんだが、行方不明になっていたんだ。そして、容疑者の男が行方不明になった際に、店の売上金約35万円がなくなっていたんだ。強盗目的で命まで奪うなんて、許されない事件だわ。そうだな。一生をかけて罪を償うべきだな。で、霊夢。何？昨日、私の財布から1万円取ってない？取ったかもしれないけど、命までは奪わないから安心して。そうじゃねえだろ。それでは、今回のゆっくり事故物件はこの辺で、事件事故物件情報をお待ちしています。チャンネル登録いいねもよろしくお願いします。